皆さんこんにちは、 K パパと申します。今日は熊野平信号場に来ています。今日の日付は1995年5月です。今日はここ熊野平信号場に行きまして、日中走る唯一の定期炭鉱機関車タン171列車を撮影しに来たのですが、その際に機関車の通過直前に人が本線上の線路内に立ち入るという大変危険な行為が発生しましたので、皆様にご紹介いたします。熊野平の碓氷峠下り線は列車は加速して通過するため、線路に立ち入るのは大変危険な行為です。鉄道写真撮影の際は線路から離れて安全に撮影してもらいたいものです。